銀幕にポップコーンはいみなさんこんにちは本日も始まりました銀幕にポップコーン今回はデューン砂の惑星パート2について語っていきたいと思います、はい、ということで本日は私山田と IGN ジャパン編集長のダニエルさんよろしくお願いしますはいそして IGN ジャパン編集部ののぞさん はいこちらの3人でお話ししていきますということでいよいよ公開「Dune 砂の惑星パート2」ですけれども、まあ、こちら「年に公開されたデューン砂のの惑星の続編となっております、えー、ブレードランナー2049」や、えー「メッセージ」を手がけたドニンピルヌーブ監督が SF の古典小説を現代の技術で蘇みらせ前作はなんとアカデミー賞6部門受賞しました。 ああ今作もその映像美に大きな期待が寄せられていますということで、そうなんですよね、あの先日、アカデミー賞ね、その第96回がありましたけれども、まあ、オッペンハイマー、たくさん撮りましたけれども、この映画もね、<laughs> アカデミー賞、一昨年のアカデミー賞で、なんと6部門受賞してるんですよね。そういえばそうでしたね、うんはい、結構、技術部門をかっさらったような感じでしたね。<laughs> はい 視覚効果書はもちろんですけれどもねそのプロダクトデザインだったりとか、うんまあ、あとはねハンスジマーが作曲賞を取っていてあ<ー>まあその映像体験としてはもうお墨付きという感じで、まあ、こちらもねストの影響でちょっとあの上映が延期されてしまったんですけれども、まあ、今回やっと3年 5の今となって公開されました。しかも IMAX でね大きい劇場で見てほしいなみたいな感じの映画になっておりますけれどもまあちょっと3年前の映画ということでね前作見た方がいいのかなとか見たけどちょっと忘れちゃったなっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもまあちょっと見てから 行った方がいいよみたいな話も含めてね今日はちょっと語っていきたいと思いますまあ加えてね、うん、ダニエルさんはあの原作小説の方もお読みになってなんというかその肌感覚でデューンという作品がどのように受容されてきたかみたいな話もねちょっとお聞きしたいかなと思っておりますはいわ、はい、かりました、はい、そもそもデューンの小説はいつ読んだんですか、はい、あえてですね子供の時ですかいや子供の時に読んでないあのあ<ー>昔ですねえっと映画があったんですよ えっと、はい。リトリンチ。そう。リトリンチの映画があって。で、あれ、こうね、なんかテレビの放送の時とか、途中から見たりしてお、よく覚えてないんですけど、これなんだこの不思議なコンテンツが面白いなってあったんですけど、丸 <laughs> れがすっごい変な映画なんですけど、か,かなり好きなんですけど、ねあの、本当に変わってるような作品で、まあそもそもこの小説、何て言うかな、ストーリーが、ストーリーというよりは、その、なんていう、 こう文章で説明してくれる背景、うんえー、がすんごく多くて、<ー>その世界観がすんごくしっかりできてるもので、うんあの、どんな小さなキャラクターでもちゃんとしたバックストーリーが出てくるようなもので、あ<ー>あのこれは絶対に映画がうまくできるもんじゃないっていう理論ずーっとあったのが、今回。 ニ監督のバージョンがあるんですけど、まあ、確かにデーブ・ル・リンジ版ですね、あの2時間ぐらい以内で遅めない、収まないといけないのもあったんですけど、うんまあ、このストーリー、最初から最後まで2時間以内でできないのが、今回、ね、パート1、パート2に分けてやってると思うんですけど、あのそうで小説読んだのはその後なんですね、あの<ー>大人になってからなんですけど、多分これね、<laughs> 子供にはすごい理解しにくい作品でもあるかもしれない、ね。なんかそういうイメージありますよね。ただ、うん、結構その小説としてはめちゃくちゃ有名だから、その海外の人はどのくらいの年齢でなんか読む、対象、うん、年齢みたいなのがどんな感じなのかなって前提があんま知らないんで。まあそうですね。少なくともまあ、ね、10代後半からだと思うんですけど、うん、ああの主人公のポール・アトレイディーズが、うん ヒーローになるというよりは、あの、とにかく、なんていうかな、じ重要な存在になって、こう自分がだいぶ育って、うん、あの、アークがきちんとあって、かなりいろんなところで、あの、変身するっていうようなストーリーなんですけど、この、えー、その小説のね、あの、書いた作家さんの、えー、フランク・ハーバーと、あの、はい、アメリカっていうのはね、あの、ライターなんですけど、彼が言いたいことだったのが、 とにかくヒーローを信じるなっていうことですね。あの、<ー>パワーが手に入りすぎちゃうと必ず悪いことしちゃうんだから人間はっていう意味で。<ー>で、一冊目の小説は、えー、まさに、まあ今回映画もそうなんですけど、その、ま、聖戦に向けるお話とか、その、<ー>宗教的熱狂と、操作<ー>、まあ、とか支配とか、 あそう。で、そういった意味では、あの、いわゆる、なんていうかな、完全ファンタジーっていうよりは結構、なんていう、あのまあ、特に今ですね、あの、いろいろ、世界中ある中でこ、中中でこう、イスラエルとパラシシナの、あの、巡る、ね、現在の,その状況とか、うん、えー、あとは、えー、なんだ、その、まあ、ウクライナもそうですし、うん、アフガニスタンとか、イラクとか、あの、 とにかく、えー、アラキスという惑星があって、そこにすごく重要な、えー、素材がありまして、まあ、スパイスというものなんですけど、まあ、実際世界だったら多分、ね、あのオイルとかガソリンの話だと思うんですけど、うんうん、みんながこう巡り合って、あのそこに住んでる <laughs> 人たちはどうでもいいっていう感じなっで、どちらかというと、お金持ちの。 国たちがこのどうでもいい場所を巡り合ってるっていうストーリーなんでそういった意味ではかなりタイムレスというかあの60年代で読んでも今読んでもなるほどとなりますので、ね、映画作品もまあそうだと思いますねかなり現代的なふうには見えるんですよねそうですねそのなんか映像化不可能みたいなこうイメージがすごいありますけど <laughs> それはやっぱりそのさっき言ったみたいなこう盛り込むべきものが多すぎるっていう ことなんですかね、うん、そうなんですよね。バックストーリーとか、<ー>そのせ世,界世界観作りとか、設定とか。 何にもかも深くて、何にもかもすっごい完璧に説明されてますけどで、かつそういったちょっと重いテーマいろいろある、かつ、まあ、アクションもある、えー、ラブストーリーもある、あ<ー>えー、いろいろあって、その各キャラクター間の,その、ね、関係もあって、まあ、それ半分以上多分映画化にして、あのベネヌヴー版でもカットしてるので、ラ <laughs> イブストーリーは。 違います。なるほど。<laughs> ストーリー自体も流れは違いますので。<ー>はい。まあ、それについてですね、ちょっと後で、ネタバレアレのコーナーであのもう少し詳しく話せると思うんですけど、うね、あの、うん、とはいえね、あの、えー、映画化にしてあ、いろいろカットしなきゃなとなった時に、ちょうどいいところをカットしてると思いますので、あのよりその、一番重要なところに集中して、<ー>あのフォーカスして、絞ってやってる気がかなり、 しますのであの,現、えーそのえーえー、元のその小説のファンとしては大大満足ですねお<ー>、はい、なるほどなのでまあいろいろこう右翼曲折あってこうそれこそホドロフスキーのデューン結構私が好きな映画でこの <laughs> デューンが作られるさんの僕も大好きです、ね、デビット・ットリンチ版のこの、はい、デューンが作られる前にこう企画を持って 持ち込まれたホドロスフスキ監督が、まあ、デューンを作ろうとして失敗するまでの、えー、過程を描いたドキュメンタリー映画なんですけども、うん、まあ結局そのデューンの企画書が、えー、きっかけとなってエイリアンのデザインだったりとかにつながっていって後の映画に大きな影響を与えたというような、うん、ドキュメンタリーなんですけど、まあ、それを見ていてもいかにこのデューンの映像化が難しいかそれに対してどのように知恵を絞ったかみたいなのを見ると本当になんというか映像化不可能のこう代名詞みたいな感じありますもんね野津さん。も そうですねなんかそういう、はい、その僕もホドロフスキーの竜見てあそんなに大変な原作なんだと思ってましたけどまあでもあのホ,ロホドロフスキー版はすごいこう極彩色の有機的な宇宙船とかいろいろ出てきてまたそれもその捉え方によってやっぱ。 ど、どの作家が作るかで全く違うものになるんだなっていうのは、そうですかね。あたりです多分そちらもまあ、十時間ほど長い映画で、<laughs> はい。あいつ全てね実、実施しようと思ってたものが実施で、今回その、ドゥニ・ヴィル・ヌーブルも、やっぱ相当そういう意味では、その映像の個性って言ったらもう、随一じゃないですか。はい。で、まあ、そこの映像化で、でもそれでね、原作ファンの人がそういうふうに満足する。 っていう結果になるっていうのはなんかすごいことのように思いますね。うん、いやなんかそれこそその65年に小説が発表されて30もう50年以上かけてやっと達成できたっていう感じなんですかね。うん、そうなると。ね、<laughs> そうなんですね。はい、はい、ということでまあえっ、ー、とパート2ということで前作の、えー、直接的な、えー、続きなんですけれどもまああらすじを紹介させていただきます。 えー、砂漠の惑星デューンの管理を任されたアトレイデス公爵は皇帝の陰謀によりハルコンネン男爵の手で暗殺されてしまいます命からがら母と逃げ延びたアトレイデスの後継者であるポールは、えー、砂漠の民フレメンに導かれ砂漠での生き方を学んでいくということで、まあ、前作のネタバレは多少は。 あるとは思うんですけれども、えーと、動画の前半ではパート2のネタバレはしないように全体の感想などを語ってまいります。後半ではパート2の中身についてもネタバレの話をさせていただきますので、まだ見てないよという方はぜひぜひ前半だけでも一緒に楽しんでください。はい、えと小説との比較なんかの話もダニエルさんに後半では聞けるかなと思うので、はい、ちょっとその辺も楽しみにしています。はい、ということで。あとはもしかしかてパート1 の話も少し触れちゃうかもしれないですね。はい、あのネットバレーなしの時でも。はい。ああ、それはもうしょうがないでしょう。しょうがないですね。3 <laughs> 年前に出てる映画なんで。アマゾンのプライムで配信されてます。あそうですね。パート1はダニエルさん的にはああ、見るのは必須ですか見る<ー>にあたっては。見た方がいいと思いますよ。あの、うんうんそう、まあ、そうだよね。必,必須っていうか、<laughs> まずこのような映画好きのであれば、 あんまり存在しないんですよ。<ー>なので、うん、そもそも、このような、えー、かなり、真面目な SF、ハード SF で、うんえー、脳みそを使わないといけないような、ね、SF、かつ、その、デニー・ヴィル・ヌーブ監督で、独特であるビジュアルで楽しめるものって本当に少ないので、そもそも見た方がいいと思うんですけど、ね、2は好きだったら、1も好きと思う。かつ、うん、あの、小説もそうだったんですけど、前半はとりあえず、その、 なんていうシナリオ設定で、パート2がやっと始まるみたいな感じなので、<laughs> パート1のそのエンディングはやっとストーリーがこれから始まんじゃ、始まんじゃ、エンジンが復活っていうところで終わったので。本当ですよ <laughs>、うん。そういった意味では、パート1は少なくても、あの、ね、その宿題として <laughs>、いろいろ、いろんなキャラクターの設定を把握するために見た方がいいけど、うん。あとは、本作では、あんまりそんなに、 前作にこういうのありましたよねという説明は、結構少ないんな、そうですね。<の>はい、いわゆる自然に触れるとかあるんですけど、いわゆるリキャップみたいなものってほとんどないので、いきなり始まっちゃうだけなんで。 うん、多分パート1の見たからパート2見た方がいいかなと5分ぐらいね最初にダイジェストでまとめてくれてもいいかもしれないですけどね <laughs>、はい、前回までの「リューンってことあまとめまとめでも30分かかるよこの話は <laughs> そうですかでも結構あの前作見に行った時やっぱびっくりしましたよなんかあのそもそもパート1っていうことを知らずに見に行って「<ー>そのリューンっていうので行ったら いきなりタイトルでデューンって出てきて、うん、パート1って出てきたんで、あ、うん、ってなって、<laughs> 椅子からずり落ちるみたいな感じになりましたけど、<laughs> で、そのままでも結構ね、あの壮大な時間を使って、た、うん、わりには、たわりに <laughs>、かそんな、うん、こう、ね、まだ本題に入る前に、 さあここからみたいなところでパッて終わっちゃったんで、うん、結構そういう意味でやっぱ前作はそういう衝撃がありましたね <laughs> 僕,僕個人としては。<laughs> まあ割とこう世界観紹介編みたいな感じですよね,すよねパート1は。<laughs> 1> うん、この「あのデューン」っていう惑星はねみたいなところがあって、ね、だから私意外とその「パート1見てないけど見に行っていい」って聞かれたら「いいんじゃない?」って私は言っちゃうと思うな。 そこでなんかこう <laughs> ハードル上げるぐらいだったら <laughs>、うん、もう見に行っちゃってまた面白かったパート1見てみたいな、ね。うん、なんかあの <laughs> さっきあらすで紹介したことさえ分かってれば大丈夫な気がする。<laughs> <laughs> しかもこう専門用語多いんですけど、なんとパート2でも結構、なんか聞いたことないかも、それ、パート1見たけどみたいなことも結構多くて、ね、なんかまあ、分からないなら分からないなりに、この映像体験だけで十分すごいっていうところもあるので。うん、当然のように話してるけど、あれ、これ前回言ってたっけなみたいな、言ってたやつもあるし、<laughs> 言ってないやつもあるしみたいな感じで、とにかく用語がね、<laughs> おもそこが面白さでもあると思うんですけど。はい はいまあ、しかもその、そんだけこう造語を作ってそれが一つのこう政治体制だったりとか、うんこう、惑星の文化に直結していて破綻がないっていうところがやっぱりこの原作の凄さみたいなところも感じますもんね。そうですねいろんな用語があってもいろんな民族がある中で、同じことを違う言葉を使っているいうなの、はい ダブルで名前があるときがあるから、トリプルのときとかあるから <laughs> <laughs> あ、これとこれは同じ意味なのみたいな感じもありますからね。そうですね、ポール・アトレイデスだと思って見てたらいろいろ呼びれり方があっても、も、ね、最終的にはティモシー・シャラメだと思って見るみたいな感じになります。それも一つの、はい、自分の中で整理するために一回戻るみたいな。<laughs> はいそんな感じなんですけど、まあ、じゃあ、パート2を、まあ、われわれね、ちょっと iMAX で、えー、拝見させていただいたんですけども、まあ、それも含めて、ちょっと全体の感想なんかを聞いていきたいんですけども、うん、ダニエルさん、いかがでしたかはい。ちょっと大満足な感じですけど、<も>はい。私はもう2回見てます。1>, <ー>1回目は iMAX で、2回目は、えっ、ー、と、まあ、試写室だったんですけど、まあまあ、でかい、普通のね、あの、普通の形の画面で見たんですけど、<ー>両方見てるんですけど。はい、これ、相当違う気がしますよそうですね、それもとても。相当違う。<回> 相当違う。ま,あ、まずじゃあ、あの、この映画って本当に、ま、さっきも言ってたけど、あの、独特な、独特な映画で、本当にユニークな作品で、他に似てるような作品ほとんどないと、まず思います。うんうん、はい。デニーヴィルヌーブの映画ぐらいですね。<laughs> そうなんですよ。本当にそう。デニーヴィルヌーブのブレイドランナーとかメッセージ好きのであれば、まず間違いないけど、<laughs> それでも今回違くて、うん、あの、まずね、あの、1回目見て、1週間ぐらい経っても、こう、その、 ビジュアルの部分もそうですし、その実際のその話とかテーマをずっと頭の中でくる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 ,くるくる回って、これもうダメだな、もう一回見な,見なきゃと思って。あ,<ー> <laughs> あの、結構そのエンドロールが終わっても、あ何時間、何日間、何週間経っても、もうずっと考えるような話なんですね。うん、こういうの s f 系が好きのであれば、まず、うん、あの、すごいリッチなもので、かつ、あの、なぜ、 アダプテーションとして、あの、ちゃんときちんと原作の、うん、なんていうかな、こう、メッセージとかテーマとかソースとか、もうすっごく理解した上で作られている映画で、あ<ー>まあ間違いない。あの、デニー・ヴェルヌーブ監督は、あの、子供の頃からディーンの大ファンと、あの、何度も、あの、おっしゃってるんですけど、そりゃ、 すぐに分かる例えば<ー>モンスター反対があるんじゃないですか。で、これモンスターハンターファンから見ると、<laughs> これ全然違くないってなって、<laughs> 何のためにこれ存在するのかみたいな、あの、<laughs> ももり声多かったんですけど。でも一応一応あのボーランダーソン監督もファンでは、プレイヤーではあるということはない、<laughs> 思わぬ飛びが <laughs> どうだろうなというで、これはその真逆で、あの本当に。 あね、その理解度とか、そのな、なんでこの映画を作れないといけなかったのがわか、すぐに分かります。で、かつ、そのフランク・ハーバートの伝えたかったメッセージをヒーローを信じるな、気をつけるべきみたいな話を、それもすごく理解してて、で、あのし、元の小説より、原作より、そのお話にコミットしてまして、あの、あ<ー>原作出た後にですね、あの、 一部の,あの読者がこの主人公のポーラチリー・トレディスヒーローだとみんな誤解して思っちゃったことに対してあのフランカーバットがすごく、えー、反省して <laughs> あの2作目あの小説ねあの多分、えー、6冊ぐらいあると思うんですけど2冊目から かなりダークな感じになりまして、さら<ー>にね。で、あの、このポーラー・トレリーズやヒーローじゃないんだよっていうことをはっきりするんですけど、その、そのべての小説最後まで読んだ上でのあ前提で本作の映画がやってる感じなので、最高ですね、でもそれは。あ,あ、そういうのと、なんでそのキャラの、うん、まあ、 造形というか方向性みたいのがやっぱ知ってる人には分かるもんなんですねじゃあそうですね主人公って言ってもねあのいわゆるそんなにグッドガイじゃないんですよねあの、うん、今回のなんかそれを思ったんですよなんか今回、はい、パート2見てなんかあんまグッドガイじゃないなみたいな気持ちになってたんで <laughs> そ,うそういうもともと意図されてたものだったんですねはい彼がですね、まあ、リーダーになるっていう話なんですけど で、前作でね、あの、パパが、まあ、とにかく、まあ、デュークで偉い人で、あの、ママが、ベネジズリトという、なんだ、宗,宗教みたいな、あの、うん、カルトの、えっ、ー、と、重要な人で、その、そういった、こう、二つの、なんていう、大きな文化を遺伝されてまして、うん、その人はね、うん、ポールは。で、それが混ざり合って、 さらにすごいリーダーになるという話なんですけどまあそういった見せ方すごくよくできているしかつ例えばアナキンが、えー、ライトサイドからダークサイドに落ちるような意味で言っても今回完全ダークサイドまでまでなるかどうかは言わないけど少なくても、えー、すごい繊細なバランスをとって見せてくれるような作品だって<ー>そういった意味ではすんごいうまいんだと感じました。なるほど、はい で、かつ、まあ、映画としてはですね、その、感情的な、えー、あと感動的な映画ではない。どっちかかっていうと、その、うん、心を動かすものよりは、その脳みそを動かすようなもので、本当にこう、感情的に見れば、本当に感情の砂漠って感じなんですけど、<laughs> あの、<laughs> かなり真面目な SF で、ドライなんですよ。感情 確かにそう、ね、しかも、笑えるところもほ,ほぼない。あの、前作はさらにもう少しあったけど、<ー>今回ほ,ほぼほぼないけど。前作、だってジェイソン・モモアとか、ね、まだ、まだま、ね。そうそうそうなんです、そうなんです、そうなんです。<laughs> なんですけど、まあ、笑えるところはないし、考えないといけない作品で、かつ、それでいい頃じゃつまらないとか、退屈することはない。全くない。考えさせてくれるような作品で、でかつ、その重いテーマ、えー、重い話、 複雑な話、いろいろある中で、その、ビジュアル表現、あと、サウンドの表現、あと、スコアですね。うん、が、豪華すぎて、あの、<laughs> こう、ぼーっとしてみたいと思っても、まあ、それも、でも、楽しめるかなと思うし、あの、アラキスっていう惑星、あの、ツナの惑星に、こう、すごい没入感が強いんで、こう、 本当にアラキスまでにあの旅したっていう気持ちになりまして私のその小説を読んだ時こう想像の中にあった背景が本当にそのまま映画化されてる感じなんですごいなって<ー>スケールが良くて<ー>あのその一部あのヨルダンのペトラで撮影したと思うんですけどあそこのねあのその えー、実際に医師の中に作っちゃった建物がいっぱいある街なんですけど、い、ま、い、あ、とこだね、うん、子供の頃。で本当に、えー、本当にこう、すごい景色なんですけど、それを使ってまして、かつその SF のデザインで言うと、その、あ,<ー>あの、宇宙船のデザインがすごいなんか、ボロボロで古いような感じ、ボックスな感じで、まあ、これまでにあの、ヴィルヌーブ監督の映画、いつもスペースシップはそんなね、あの、かっこいいデザインじゃなくて、いわゆる、 モダンなデザインではなく、うんうん、あの本当に箱型のシップとかそういったものなんで、うん、そういったところはいいし、えー、かつ、IMAX で見たらすごい、この映画ってクローアップ多いんじゃないですか。で、そで、ね、の登場人物の顔がすんごくはっきりあの IMAX で伝われて、うん、あのピストファー・ウォーケンの鼻毛までも見えるんですよ。い <laughs> 見ないわけにはいかないですね。<laughs> そうそうそう。そう言ってもすごいし、でも別にあの、IMAX で見て、普通のあの、スクリーンで見て思ったのは、IMAX でできれば見た方がいいけど、IMAX じゃなくても、どちらかというと、この映画はやっぱ音,音声が大事なんで、<ー>ちゃんとした音響のある映画館で見に行った方がいいなって感じですね。なるほど。暴力的な、あの、暴力的な、確かに暴力的だなと感じましたね。<laughs> はい <laughs>。そう。で、ビジュアルもね、こう、結構ボディホラー的なところもあるしあ<ー>、えー、とある、と、と、とありながら、綺麗なね、あの、景色もあるし、綺麗なコスチュームとかもあるし、そう。なので、確かにね、尺は長くて2時間40分ぐらい前後ありますけど、うん 長く感じるなっていうところもあるんですけど、だるいっていうことではなく、うん、かつその情報が非常に多いけど、正直、小説からすっごいたくさんカットしてるんで <laughs>、あの、<laughs> それはね、どこまで耐えられるかとか、それ、みんなそれぞれによって違うかもしれないけど、まあ、あ,あと、デニ・フル・ヌーブ監督の映画だとね、普段アクションがあんまりこれまでになかったんですよ。<ー>レイドランナー性をメッセージし、うん、まあ、その昔のね、あの、 やってるやつにあった、あったじゃあったけど、あの、アクションシーンが非常に増えた、パート1より全然、パート1ではあまりな,、ね、なくて、今回すごいたくさんあって、そのアクションも、うん、説明話が多いながらのアクションで、それも小説はさらにさらにあったのが、あの、その辺はね、ちょっとこう、エクサイティングな、スリリングなアクションではなく、<laughs> どっちかっていうと、ちょっとだけフラットな感じになるけど、その、うん、スケールがよくわかんない感じなんですけど、その、 その辺はちょっと <laughs> でもデニフレルブのまた違うなんていう場面を見せてくれるしあのそのゲリラ戦的なあアクションとかもすごく面白くできてますので結構この映画とにかくかなり気に入りましたそうですねスケール感とかも予告編で出てる映像 いいろいろあると思うんですけれども本当にこう大勢での戦いとかそのサンドワームがもう3匹揃って,って襲ってくるみたいないはい本当に何ていうかあの、まあ、見た想像はできるけど見たことはなかったのこんな感じの映像っていうのがすごいたくさん出てきますよね今回の映画は。野津、はいね、さんはその,あのそうですねはんどドアップの。 <laughs> クリストファーーケの鼻毛ですか<笑><笑>鼻毛には注目してなかったですけどいやでもまあそこはあの原作知らないぜとしてもこの映画がその世界中でヒットしてるっていうのはやっぱまあ基本的まずあの超豪華スターオールスター映画だからっていうところは一つありますよね。いはい、あのそういういハード SF でありつつ あの、本当に一人か二人で主役で映画作れるような、あの、俳優が本当に20人ぐらいこの映画出てて、出てくるたびになんかびっくりするんですけど、<laughs> なんかこん、こんななんか現代のその、しかもいろんな世代のね、あの、全レイからクリストファー・ウォーケンまでっていう感じでもいっぱい出てくるんで、<laughs> まあ、そのまず豪華さと、まあ、それぞれみんないい顔してますからね、それが。 アイマックスに大写しになるっていうだけでも、うん、まあ満足感は担保されているとは思いますけど。まあでもやっぱりそのフルサイズアイマックスっていうんですかね、その1対点4 3対1のその縦に等長いバージョンのアイマックスで見た時の映像はなんか本当に、まあ前作でもね、同じようなことだけど、さらに、こんなのはちょっと見たことないなみたいな状況、状況、 映像っていうかなんか状況に置かれているような感じがあってなんかすごいなって思ったんですけどまあ思いつつやっぱり同時にすごいなって思うのはなんか本当さっきねあのドライなこうあの物語っていうので結構あのあそういうふうに捉えればいいんだなってこう腑に落ちたところはありましたけどなんかその見ててめちゃくちゃ圧倒されつつ 話に心が動かないっていう、なんか変な状況になってて、あ,<ー>あの、まあでも、ドゥニビルヌーの映画は、まあ今までも、個人的には結構そういうところはあ,あったんですけど、その、なんていうんですかね、こう、映像には、と、またちょっとそぐわない、こう、く、く、虚な感じっていうんですか、んなんかちょっとこう、うつろうな感じみたいのが、まああって、その辺がこう、例えば、あの、ボーダーライン、ボーダーラインとか、ボーダーラインでしたっけ、はい、とか、ーーあとまあ、 あの、ブレードランナーとかは、はいはい、ちょっとその話のテーマともちょっとこう、噛み合ってるとこがあって、えー、なんかそこは逆にこう、いいな、みたいなとこもあったんですけど、だ今回、あの、流れとしては完全に前作を踏まえて、もう、ド派手に行くぜっていう続編じゃないですか、うんで。その中に、で、アクションもいっぱいだし、において、やっぱり、それでもまだ、この、 あのっていうんですかね感情 <laughs> の,この,あのなんかこう上がらなさみたいなものが最後までキープされるのはなんか逆になんかすごいなとは思って <laughs> あのその結構ねその最終決戦みたいなシーンも一応あるんですけどそこでのこうあの上がらなさみたいなものもの逆になんかこう何が作用してそうなってるんだろうなっていうのがこう気になるっていう意味であのすごくいろんな意味で新しい 映画鑑賞体験になったかなっていう感想でしたね。うんうん、はい。そうですね。まあ、本当に砂漠のオーダーラインの名前出していただいて、あ、確かになと思うのは。あれは本当にドライなフィルムのこう感触が、本当死体が映っても。 なんというか物にしか見えないような世界で,で、ねはい、生きている人たちの物語っていうのがすごくこう包括されていたと思うんですけどデュンに関しても、まあ、ロケーションが本当砂漠だけじゃないですかこの映画に関してはいろいろちょっと、ねはい、ルックが変わるようなシーンもあるんですけれどもその中でやっぱりそのどんどん先ほどダニエルさんがおっしゃったようにこうヒーローではないけどそのリーダーシップをとっていくポールのこう 精神的ななみたいなのが描かれれるるる中でで割とこう共感感を排除さよようななじのの物語の作り方になってるんですよねでおそらくそれは意図的なものだっていうのはちょっと今ダニエルさんのお話聞いて思ったんですけど、うんまあ、そういう意味では SF 映画って「スター・ウォーズ」とかもそうだと思うんですけどいろんなロケーションだったりとかこうスペクタクルを用意して観客をこう乗せるみたいなこう欲が欲というかサービス精神があるのが SF スペクタクルだと思うんですけどもそういうのは全然排除されてるというかもう相当そぎ落とされている。 っってていう映画であって、うん、なんかほんと唯一無今でもその結構そのさっきのダニエルさんの感情の砂漠っていうのがすごい心得てるんですけど <laughs> あのその映像体験をそれで全面に押し出すアプローチとしてもし今回そういうのが撮られてるんだとしたらところがあるとしたらあのなんかすごく今大局だ,だなって思ったのはあのやっぱ「アバター」の。 新しいシリーズですよ、ね、なんかあれはあれで。水の世界そうなんですよ。なんか今それを持って、<laughs> あの、すごく、あの、映像を前面に押し出すために、僕はあえて、ああいう、まあ、いわば鎮譜とも言えるようなこう、全員が分かりやすい、こう、王道な物語に載せていくっていうのが、考えられてるのかなとか思ってたんで、なんかそれで、やっぱね、舞台が水の惑星じゃないですか。で考えると、なんかその、 湿度みたいなものが <laughs> <laughs> そのままこう物語の感触として反映されてる感じがしてなんか面白いなと今思いましたね。あでもその両方ともねアイマックスで見るようなう、ね、本当にゴージャスなフィルム。いはい、<laughs> でアプローチは、ま、真逆だしおそらくこう両方とも意図された受け取り方を観客がちゃんとできるって意味では本当映画の魔法っていうことですよね、デューに関しても、アバターに関しても。そうですね <laughs>、はい、あまあ ア,アバターかなりやっぱこうまあ、そのなんていうかな、CG 舞台が多くて、あの本当にファ,ンタ<う>ファンタジーの路線も強いし、あのそういったカラフルな、あの面白い不思議な世界に行っちゃうっていう意味のものなんですけど、<laughs> ディーンは全然その反対で、かなり大自然というか、う本当に砂漠の中で行っている話ばっかりなんで、 かつ実際に砂漠の中で撮影したらしいので、あの、大変だか,かなりかなりそういった意味ではね、あのリアリティのある舞台だな。そうですね。まあでもその中では、超超超ゴージャスな役者の中で、 前作だと、なんというか、予知能力の中だけでしか出てこなかったような、こう前デイヤーがものすごく魅力的なので、本当、うん、全デイヤーお好きな方、そのスパイダーマンとかで、えー、と好きになった方、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、私もその一人だと、一人なんですけど、すごイヤー最,最高でした。はい。全レイヤー最高でした。詳しくね <laughs>、はいあの、後で話したいんですけど、あの彼女はね、やっぱり。 その彼女が演じるキャラクター、チャニーというキャラクターなんですけど、あのフレメンというあそのアラキスという惑星にもともと暮らしている人たちの,あの一人なんですけど、小説だったらちょっとだけこうサブミッシブな感じがあって、いわゆる男性のリードする社会の中で言われることをやっちゃうっていうのはあるけど、かつそのポールの モチベーションに繋ぐ大切なパートナーって感じなんですけど、今回も一応一部そうだけど、どっちかって言うと自分の意識意志意志が強いというかでかつゼンデあの。表情とかあ、うん、<情>あ、表現表、現表情、表情表情とか、はい、あの何て言うかな？すごい。やっぱりかっこいいですよね。かっこよくてはい。印象的な感じで。 素晴らしいんですね。あのうん、ティマーシー・シャラメが主人公のポールってやってるんですけど彼もね面白い演技とかいろんなバージョンのポールの演じるチャンスあってよくできてるけどあまりにも全体の,のキャリズマ性が強すぎて <laughs> <ー> <laughs> 取られちゃうんですよね。 <laughs> まあ、ちょっとキャラクターが多い中でねもうそれぞれのやっぱ演技みたいな部分のねこう見,分け見分けというかそれぞれのこう魅力の出し方みたいなのも非常にちょっと注目したいところではあるんですけれどもそうですねじゃあ全デイヤがどのような活躍をしたのかというところも含めてちょっとネタバレの話に入っていきたいかなと思いますのでえここから先は、えー、と映画をぜひぜひご覧になってから、えー、一緒に楽しんでいただきたいなと思います。えー、と映画の結末までお話ししてしまいますので、はい、えお気をつけくださいということで。 はい、はいはい、そうなんですよね、まあ、そのティモシー・シャラメ演じるポール・アット・レイデスがどんどんカリスマ的にこう持ち上げられていく中で、もうゼンデイアっていうのはある種、そこのオルタナティブな感じとして、こうポールを愛しながらも、ちょっとこう立っている、そこその場にこう立ち包むような、うん、ちょっとそんなキャラクターで、非常に深みのあるキャラクターになっていましたね。はい <laughs> 今回 いや、まあ、その、まあ、じゃあ、ポールとチャーニーのその関係についてはですね、はい、あの、まあ、これはお一番大きな違いですよ、小説から。あ、なるほど。完全に違う。というのは、えー、ネットバレありですよ。この映画、パート2の最後に、はい、えっと、ポールの行く道と彼女の行く道は全然分かれて、ついていってくれないんですよね、彼女は。うん、小説だったらする。 し、えっ、ー、と、そういった意味では、その、チャーニーと、あと、ポールの、あの、ママであるジェシカ。あの、彼女も、えっ、ー、と、全、映画前作にですね、あの、旦那さんのキャラクターいるんですけど、あの、ポールのパパ、レートア・アチュイリーズがいるんですけど、はい、実は結婚してないんですよ、ポール、えー、ポールのママとパパは。あの、えー、はい。結婚してなくて、ずっと、えー、コンキューバイ、なんていうかな、愛人、はい みたいなね。側室とか、めかけとかっていうことですね。めかけになってる。愛人、愛人でいい。愛人。それはどういう間柄なんですかその、第二夫人みたいなことですかそれとも全く関係ない。パブリックじゃないってことですよねそらく。いや、あの、全然、普通にバレてはいるんですけど、とにかく結婚しないで子供を彼女はベネジーゼレといの偉い人、彼は、あの、その、 いわゆる、えー、金属的な意味での偉い人だから、うんえー、結婚はしない、そうしなくても大丈夫みたいな、うん <laughs> あの、あの、あの、社会みたいんですけど。で、小説の最後に、あの、これ、ポールは、この映画版でもそうなんですけど、違う人と結婚する話になるんじゃないですか。はい。なので、小説だと、ね、あの、ママのジェシカがチャーニーに、 大丈夫だよ。私たち、あの、なんだその、第二夫人。はい、第二夫人 <laughs>。愛人が、あの、一番かわいそうな、あの、姿に思われるんですけど、あの、レクシーの中で、一番私たちが、あ,あの、奥さんとして、あの、覚えられるということですね。ああ<ー>。なので、大事言いますね、それは。そう。<laughs> 私たちがコンキューバインドを言われるんですけど、実際に私たちが、まあ、あの、奥さん、妻のような立場だよっていう意味で、それで小説の最後なんですよ。それで終わるんです。で,えー、で、今回の映画はどちらかっていうと、あの、チャーニーが、あの、そのポールが他の人と結婚することとか、ポールがやってること、えー、納得できないから、別れて最後にチャニーの顔が出るので、でね、どっちみちチャニーで終わっちゃうんですよ。ただし、あの、 この映画ですね。だから、珍しいところでは、うん、最後を成功しないんですよ。失敗するんですよ、ポールは。これは、サックセスの話じゃないんですよ。うん、あの、完全に大失敗で、ポールが最初心配してるのは、ちょっとこう、<laughs> 未来が見える中で、あの、気をつけなければ、その、えー、なんだ、その、熱狂的な、 あうん、フォロワーの目の中で、そう、はい、あまりにも、こう、メシア的な、メシアメシア的な救世主。はい、救世主的な、えー、と立場になっちゃって、えー、未来に何、何億万人が死んでいく、えーうん、原因になるとあ、見えるんですね。これ、はいはい、映画もそうなんですけど。で、えっ、ー、と、なので、 必ずリード、リーダーにならない方がいいと思ってるんですけど、これはどうしてもですね、あの、こう、計画というか何世代にもわたるその操作で、そのベネジェゼレットたちが、その遺伝子繁殖をやって、うん、一応救世主を救ったわけ。で、彼は実は、あの、その、これで映画であまり振られないんですけど、一世代早めに生まれたんですよ。ジェシカは男じゃなくて女の子。 産んで、うん、その女の子が子供を作ってその子供があのその救世主精神、はい、<の>ですね傷がただ楽になるはずだったんですけど、えー、なのでいろんな意味でその計画通り行ってないしそうでかつそのポールがあんまり気をつけないとやばいことになると思いながらあの実際にその道どうしても行っちゃう <laughs> やばいことになるような話になってまして <laughs> でそれでチャーニーがついていけないのがかなり えーまあ、現代的な読みでもあると思うし、だけではなく、だけではなく、やっぱりあのメシメシそ次の小説は Dear m e s、はい、s i というものなんですけどその、まあえー、その小説以降の話を含まれたようなエンディングだと思いますね。フランカハーバーさんもできれば、そんなような印象で残したかったのが、 本人は、それで自分の書いた小説にとって、失敗だったっていうふうに思ってたらしいので。あつらい。いわゆるヒーローじゃないから、ポールは。だから今回はヒーローのままで終わらないんですよ、この映画で。うん、どちらかっていうと、えー、なんていうかなそのジェシカもその教師の本能をね、思いして、彼も燃やしてし,して、最後、ジェシカもポールも、 かなり悪いやつらに見えるんですねこの映画で見えました。いや、はい、本当、おこ,おこっていう感じでしたね、<う>最終的には。どうしたんだ、お前って<あ>思いました、ね、最後らへん、むちゃくちゃやってるけど、大丈夫かと思いました<笑><笑>そう。で、ここからそういったね、あのまあ、聖戦になる道になって、うんはい、それ、ね、大きなその小説と違うんですけど、その次の小説につながるものであって、あの今回、 2>, えーと2作目パート2なんですけど3部作としてあの監督がもう一本やりたいと言ってますので,そ,です、ね、のその話につながると思うのでそういった意味ではねあのチャニーは次の作品でもすごい大切な立場になるでしょうと思います、ね、でもそうなってくるとその全くなチャニーの立場では違う物語が展開されるっていうことも考えられるので。 最終的には、これはあの次の作品のネタパリの話では詳しく言わないけど、<laughs> はい、最終的にはとにかく同じっていうんじゃないんですよ。ポールはかなり嫌われちゃうんですよ、次の作品、ね、あ<ー>小説だと、まああの。さっきまでの話からするとそうですよね。でも、その今作のじゃ映画のエンディングはその原作をそうやってどういう。 フランクハーバートがどうだったっていうのを知ってる人にとっては、うわ、そこなんか拾ってるっていうか、ちゃんと意識してるなって。伝わる。終わり方だったってことです、ねまあ。違和感なし、違和感なし。よくできた。こ <laughs> <laughs> の映画そうです。原作知らないと、中盤というか、<laughs> 終盤での、そのポールの決断部分の。なんつうドラマっていうか、こう心理的な変化みたいなものが、結構スキップされてるような感じの見え方してしまっていて。うん、私は、あの最初見た時は、すごいなんか。 はい、その後ものすごい速度で事態が動いていって、もうか帰ってこれないみたいな感じになっていて、<laughs> はい、一歩の映画として見たときに、ちょっとなんか駆け足すぎないっていう印象が残ったんですよね、なんかその,あのアドベンチャーゲームでバッドエンドルートに入った瞬間のこう速度の変化みたいな。でものの映画のテンポとして <laughs> 結構びっくりしました。あの、はい、前作のその、からのね、僕らはそのテンポ感をずっと掴んできてるところがあるんで、今回その、たぶんポールがその南に行ったぐらいからですよね、その、はい、急速に畳んでいく感がなんかすごいあって。<laughs> 打ち切り漫画のようなテンポ。まあ、その辺も圧縮してますよね。かなりだいぶ。<laughs> ああ、なるほど。この映画って、ジェシカ、あのおのおの中に、 あの娘がいるんですよねめちゃくちゃおしゃべりな、のね、ちゃっとが、体重が。そうそうそう。それももう、この映画のためにやってる、あのー、ことで。あ法<ー><要>案っていう感じですね。えー、小説だったら、えっ、ー、と、フレメンたちと合流した後に、彼女は生まれて、生まれてるそう、産んで,で、その赤ちゃんの、まあ赤ちゃんっていうか、4歳 これ,これ最終的に4年間ぐらい経つかな。2>, <ー>2年間のそ、ね、2 2 2年間の,そのタイムジャンプがってからの,そのまたさらに2年間かかる記憶はあるんですけど、だいたい4歳ぐらいのしても大人のように喋るし、ベネジェゼレートのいろいろ受け取っちゃってそうあの、ママがあの変な <laughs> えと毒を飲んでから。命の水。はい。そうそう。なので、彼女は一応にあの大人の、まあ レベレンドマザーですね。その、えー、ベネジェゼルの偉い人になってて、そのベネジェゼルとジェシカもそうなんですけど、そのこれまで全ての世代のレベレンドマザーたちの記憶はあるんですよね。だからはい、はい、子供なのに何でも知ってるっていうことなんで、彼女すごい重要なキャラクターになるんですけど、今回、あの、それはこの映画の最後までまだジェシカ産んでないんじゃないですか。すね、っていうのはスケールが、あスケールがタイムスパンが 4年間ぐらいだったのが、あのまあ、9か月以内の話になってます。分かりやすいです。なくても、長くても。そういった意味では、あのそのポールの成長も、その周りのフレメンたちの,そのなんていうラデカライズ化の,そのスパンがすごい速いってことなので、こ、うん、こだけ信じにくくなっちゃうところもあります、ね、その映画のテンポだけじゃなくて、<然>実際に中で立っている時間もかなり圧縮されているということなんですね。そそうですそうですそうですす まあただ、映画としては説得力というか、そのくらいのスピード感じゃないとっていうところの判断も、すごいなんか的確だなって思いますよね、実際、その4年後とか出ると、やっぱ間延びしちゃうじゃないですか。確かににあの映画いろんな意味でこ、そのコースを選んだのは正解の気がしまして、なぜかっていうと、まず、ね、あの大人のようにしゃべる4歳の子供ってさ、映画で再現するのすごい大変で、あのデヴィデンチの作品でもすごい変な感じだったんじゃないですか <laughs> <laughs> 彼女、アリアという名前でしたっけあの、すごいあ、まあ、とにかく笑ってしまうような場面が多かったので、それは今回避けてるし、<laughs> 映画としても、こう、シャックが長いかつテンポがシャクシャク動いてるの方が多分いいかなと感じますので、はい。 映画として成り立つしあと結構周りのキャラクター結構いろいろカットしてるんでそ,の<ー>それも含めて結構やっぱりストーリーのその進めの邪魔になるようなものをたくさんカットしてるんですようん,<の>なんか逆にじゃあその原作好きの人は こここいいいいつ出出さねえののかかかよみみたたたななななれてっですだから一番重要なところ、一番根本的なところはきちんと守って残してるわけなんで、それは感じなかったんですね。すごいですね。でもそれって何やっても大体文句言われるじゃないですか。だって本当に小説ってキャラクターが多い、各キャラクターのバックストーリーちゃんとある。 ネタが多すぎるから <laughs> ああ逆にもうそいやでもそれでうまいなと思うのは、はい、そのちっちゃい女の子がその大人として出てくるのは変っていうところはあるけどおそらくそのアリア・アトレイデスってキャラクター人気のキャラクターだと思うんですよね。はい、そこを大人になった体でアニャ・テイラ・ジョイなので我慢してくださいっていうところで出すのとかそのスターのパワーがこう<う>一緒に納得させられる感じもすごいうまいですよね。<laughs> アニアテーラージョイラか あじゃあしょうがないそうですね。まあ彼女もね多分あの次の作品があるとしたらすごい重要な、ね、立場になるでしょうと思うんですけど、はい、でもねそれも知らないで見たら急に「アニャ・テイラー・ジョイここれ」出てきたけど <laughs> そしてなんか「I love you」とか語りかけてきたけど <laughs> 何って思い僕は思いましたけど。あじゃあこれから出てくるのかなっていうわけでもないし <laughs> いなそうそですね。 私はなんとなく理解したんですけど、なんこう、なんていうかな、雰囲気で、<laughs> まあまあ、雰囲気はね、ありますけど。<laughs> だからその、まあ、おそらく完全にその原作から好きな方へのこう、ある種のサービスみたいなカットでもあると思うので、非常になんというか、その目くばせの仕方がうまいんだなっていうのは、そのデゥニビルムヌーブに関してそういうふうに考えたことなかったので、ちょっと本当にデューンが好きだ,だなっていうのも含めて、ちょっと新鮮ですね、うん、その感じは。はい ね、まあただその、はい、今回この映画そのリーダーに祭り上げられてしまってどんどんそのなんていうかポール,ポールのこう自己主張みたいなものがすごい速さで消滅していくんですよねこの映画終盤になるとそれでこう周りがどん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 こう革命だ革命だっていう雰囲気になってきてそれでとハビエル・バルデン演じるスティルガーに至ってはちょっとあの沈黙が。 起こるとすぐにこう <laughs> リサン・アルカイーブって言って <laughs> もうなんかは細かいことはいいんだよの雰囲気を出してくるっていうちょっと若干面白い感じにもなっちゃうんですけれども、はい、<あ>かなり面白かったです, <laughs> です、ね、なんかそれしか覚えてないみたいな感じですあの歌ってその最終決戦の直後のあれその決着がついた瞬間でしたよねに今までねずっとリサン・アルガイーブ っていう、その救世主だとずっと信じてきた。あと神話通りでやってますみたいな。そうですね。そのうん、あ、これもやっぱりそうだやあ。やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだってずっと言ってきて <laughs>、最後の最後の決戦で勝って、あ、やっぱりそうだっていう、あの、<laughs> あ,のあの、いうタイミングは、僕は、ケを狙ってるとしか思えなかった。<laughs> <laughs> 私も笑っちゃったんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> なんかその本当 <laughs> これからどうしようみたいなこう終わったけど、うん、ハッピーエンドじゃない雰囲気っていうのはもう全員感じてる中で、うんはい、まあとりあえず物事を前に進めようっていうのをこうちょっとちょっとのユーモアがハビエル・バルデムは、まあ、んか最近ちょっと面白い役が多いかなって個人的には思うんですけれども、ね、マーメイドかマーメイドのすごい真顔でアリエルを見送ろうとさ、うん、あその <laughs> ハビエル・バルデムのキャラクタースティルガーなんですけどえー 彼もね、今回のアークは、まあ、すごい良かったと思うのが、うん、その、最初はその、まあ、フレメンのね、リーダーとしてす、あのー、すごい腕の良い人ですごくこうフレメンたちは、そのすごいきついあの砂漠の中でずっと生活してる人たちとして、彼もすごいサバイバリストな、うん、あの人なんですけど、うん、かつ、まあ、結構こう宗教に、 信じてる人で、そのね、何世代前から、あの、ペネジーゼルとか、そういった、えー、今後、その、救世主の話を彼らに伝えてるっていうことなので、彼が信じちゃうけど、それはただ、操作されてるだけなんですけど、で、うん、彼が、その、ポールの、その、行動を見て、だん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 、その、えー、宗教的なところで、その、共信者になるようなことが、うん あの、ほ,ほら、危ないぞっていうヒーローって本当にそういった危ないところあるぞっていうウォーニングなんですよね。かつ、ポールの目から見ると、あの、自分が友達だったメンターだった思ってた人が、ただのフォロワーになっちゃうことが、納得できない気持ちもありまして、うそう、あの、結構、なんかやっぱり、あの、私たち、あの、ママも含めて、 悪いことやってるなと思いながらやり続けてるわけなんで、<ー>でそれでそのステルガーへの,その影響についてもすごい後悔するようなところもありながら、でも大事な仲間だから使わないといけないその、そのステルガーの,あのスキルとか。なので そういった意味ですごいなんかこう、かわいそうなシンパシーのあるキャラクターだなと私も感じるし、うん、その最後彼がその何回もなんかリサーライブという、<laughs> 完全にブレインウォッシングされてるような意味でな、<laughs> そうですよね。はいそ 切なさっていうか,か悲しさみたいなものも含めやっぱり僕はずっと原作知らないで見てたらやっぱずっとマトリックスのモーフィアスを思い出してあいつが選ばれし者だってずっと信じてねいや最初はこうまあんなら教わる教える立場だったのが、うん、まあフォロワーみたいな感じになっていくみたいなことも含めてんかねああいうおじさんの悲しさみたいなものあるなとは思いましたね。はは <laughs> はいはい、はい そうですね、まあなんか割とそれで納得させ序盤は特にですけど納得させてるような部分もあるんですよねそのああなるほど外からやってきたこの人がみたいなこう自分の中のこう組織の中の立場みたいなのもちょっとちょっとずつ変わってるみたいなのも結構丁寧に書いてるんですよねこの映画。とはいえねそのポールがそのなんていうか通過儀礼を。 行っていくこうサンドワームに乗ってこう成功するシーンなんかは結構語る必要があって私は好きでしたねあ<ー>、まあ。サンドワームのシーンはどれもすごい素敵というかあこんな感じなんだ砂の中で走るとみたいなところも含めてちょっと楽しかったですよね大きな画像で見ると。うん、まあアクション性がかなりあるし、うん、あのかなりねあの速度っていうか そのサウンドバームどんだけね早く動いてるのは結構伝わってくるし、あと、その思ったよりでかいの来ちゃうっていう驚き、プレミアンたちの驚き、やっぱりし、はいあ。どうぞどうぞ。いや、なんかその思ったよりでかいの来るみたいなところも結構わかりやすい面白さではありましたよ、ね。<laughs> はいはい。<laughs> そのシーンではやっぱり、あ,のあれで、4DX で見たいなって気持ちになりますああそうですよ、ね。楽し <laughs> でもずっと揺れてるのかなちょっと 怖いですね。放り出されそう、<laughs> ですから。そンパーを置いたとこから揺れるんです、ね。<laughs> あの、パン、タンみたいなやつな <laughs> あ。そう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 。<laughs> いいね、いいね。いいね <laughs> そうでしょうね。<laughs> はい。サンドワームっていうのは、あの原作でもあんな便利なもんなんですか。なんかあの。フレメンの人たちが、なんかすごい、めっちゃ活用してるのが、ちょっと面白かったっていうか。バス、バスみたいなもんだよね<バス> <laughs> <バス> <laughs> 移動手段だし。なんかゴミ片付けるのにも、なんか使ってませんでした。<laughs> そ,うそ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 う。<laughs> 意外と便利だなみたいな。<laughs> いしかも、なんかね、ねあれさせば呼べるから、なんか結構気軽に使えるし。そうですね。<laughs> 嫌なやつのとことかにあれを置いてね、消し去ることができるという。あいつんちにこれ置いとこうってみたいな活用の仕方しそうですよね <laughs>。<laughs> はい、まあ。サンドマンはすごい重要なあのポジションありまして、うんうん、あの、その、アラキスにそのスパイスがあるんじゃないですか。スパイスがあってみんながね、はい、あの、取りに来てて、スパイスがどこで重要なのかというと、えー、1位の旅が可能になるものでもあるし、えー、未来をこう、食べたら飲んだら、未来を なんとなく見えるようなことになりまして、うん、まあ、はい、ポールがいろいろ遺伝の,あのマニピュレーションのせいで、さらにさらにきれいにちゃんときちんと未来が見えるけど、普通の人だったら何らかんら予想できるようになる感じで、で、うん、そのスパイスが重要なんですけど、そのスパイスはどうやって出来上がってるかとかいうと、サンドワームから出てるものなんですね。うん、サンドワームがその、いろいろ食べた後に、こう、フンと一緒に出してるような感じなんですけれども、うん。おぉ、ミ <laughs> <laughs> かつあの、そういったねバスみたいな使い方もあるし、あとそ <laughs>、えーね、その液体、ねその命の水を飲むところも、それもねサンドワームから出てる。すごいかわいそうでしたね、水取られて。<laughs> そ,うそうそうそう、殺されてね。なので、あのだから、そのサンドワームたちが神様みたいな、うん、あの感じになっているす、フレメンたちの中で。はいはい ただし背中に乗ってもケ、OK、ー神様みたいな <laughs> 感じになって、<laughs> ね、<laughs> すごい、すごい設定なんですよね。いや、満を持してね、皇帝がやってきたんですけど、やっぱサンドバームつあの使ったら、結構あの、あんな巨大な建造物もなんとかなるわみたいな感じになったので、やっぱ相当強いですよね、それをまあ今までそういうふうに使ってこなかったっていうことなんでしょうけども。うんうん、あラストバトルの、やっぱあの大人数の戦闘シーンあったと思うんですけれども、ね。はい,はい、はい あ,あれもちょっとなんかこう,こういうスケールでこういう,こうテイストというかなんていうか雰囲,雰囲気の映画でああいうふうに描かれるっていうなんか刺激みたいな感じの撮り方っていうのもちょっと新鮮でしたよね。ああ<ー>、うん、そうかもしれないですね。ねでなんか集団集団っていうとなんかマーベルのラストバトルみたいな感じが最近だと思い浮かぶんですけどもやっぱりその民衆というかポールに浸水した人たちがもう自らの命をかけながら。 皇帝のところに行くみたいなところも含めてちょっとあの,あのラストシーンというかクライマックスのバトルシーンは非常にこう興奮しましたよね。ああ<ー>、ま、そうですねはい。あのあかっこいいですよね。あのうん、イメージとしてそのたくさんのサンドアームがあのそのサード側の,あのやつら食いに来るところとかすごいこうインパクトありますよね。なおかつ、まあ、今回 話してないことでいうと、まあ、悪役は、えー、と前作ですごく頑張ってたデイブ・バウティスタのグロス・ラ・バーンがなんか本当に、はい、え無能じゃんみたいな扱いになってしまい、ね、えとフェイド・ラウサというオースティン・バトラー演じるフェイド・ラウサ・ハルコンデンが、えー、とアラキスを、えー、の後継者として、まあ、ポールの最終的に立ちはだかるという話になって、まあ、そしかもそのモノクロなんですよね彼らのこう星であ、はい、出来事では。 っっっていうのをちょとびくりしましまた僕はこの映画ではあそこのビジュアルがもう一番、うん、一番のお気に入りでしたねそのあれはね、はい、ただのモノクロじゃなくてインフラレッドのカメラを使って撮影したらしくてそのいわゆる色が一切入らないようなカメラで <laughs> 撮っちゃって<ー>でかつちょっとこうなんていうかな白いところその、えー、ハルコーネン系の,そのは肌がすごい、はい 真っ白だけじゃなくて、さらに、こう、なんていうかな。ちょっとマットな感じですよね。そう、どうですかね。<laughs> 半透明っていうよりは、なんていうかな。かちょっとこう、光ってるような感じなんで。はいはいはい。えー、あの、すごい、すごいビジュアルだな。ま <laughs> だ白く塗ってるような感じではないですもんね。<laughs> うんそう。あと、ちょっとだけね、ピンとボケてるようなところもあって。ああ<ー>、はい。あれはすごいビジュアルですね。うんうん、あそこの、やっぱ、 建造物のやっぱデザインといいそれの画角とかも含め全体的にあそこはかなり徹底的に度数の高いシーンだったと思いますね。<laughs> なんか好きそうみたいな感じの。好きそうみたいなね。はい、<laughs> ここ絶対自分たちで撮ってる時たまんなかっただろうって言いたくなるような、ね。<laughs> 情報量がね、カラーがない分少ないんですけども、本当ディテールの凄さとか、うん、そのエッジまでこう計算されてるようなシーンでしたよね、はい。あの、その彼らの惑星、あゲイリープライムで、そのね、儀式やってる時あの、アリーナでやってる時、花火あるんじゃないですか。はいはいはい。<ー>その花火もこう炭みたいな。花火やばかったです、ね。モノクロ花火で,です,、ねうん、すごいベジャラだなと感じて。<laughs> あれはちょっとだけメ,セ <laughs> <の>メッセージ。 ってあのその前の文字を書くときにとそうちょっとだけ似てるなと表現として似てるなと思ったんですけどす、ね、かつ花火になっててなんか見たことないな <laughs> この <laughs> なんかあれです、ね、我々がこう想像する花火じゃなくて本当に何か無から別の世界から出てきた花火ってモタッとしてる感じとかってなんか本当、ね、み見たことどうやって考えつくんだみたいな感じしましたよね、はい、あそこはそういや。よかった 面白いね。はいまあ、そのハーコーネンたちの、なんていうかな、そのえー、彼らの、えーと、ごめんなさい、ちょっと <laughs> あの膝の上にワンちゃんがいるんですけど <laughs> ずと、ずっと動いちゃってるんです <laughs> えと、えーそ。彼らの,その、まあ、世界というか、あの社会。 がすごく面白く描かれてまして、ね、結構ほとんど小説からカットされてるんですけど、もともとあったんですけど、あの少なくともその、うん、どんだけ彼らがやっぱりお互いにすぐにあの背中切りするような行動するし、うん、で、前作あの、デイブ・バウティス・ラバンがすごい怖くて、今回も前半すごい怖いんですけど、フェイド・ラウサーがサイコパスすぎて、あの、兄弟同士でも、<laughs> あのラバンがそれに負けちゃうっていう設定が面白いなと思ったし、うん、かつそのラバンね、あのデーパーティスタが完全バッドガイ、サイコパシックなキャラクターを演じるのは、あんまり見ないからね、ドラクスと全然キャラは違うんで、そういう点は嬉しいし、<laughs> <laughs> <laughs> でも、やっぱフェイドもすごい、あの、まあ、とにかく、あの、喧嘩が好きですし、あの、なんていうかな、こう自分、 がすごいものだと思ってるし、あの、いつか、うん、あの、自分のおじさんである、えー、バロン・ハー・コーネね、あの、えー、えっ、ー、と、スターズ・ガードのキャラクターを、はい、あの、とにかくこう、別に殺して、あの、自分がリーダーになりたいっていう気持ちになるほどのキャラクターなんで、うん、パワーが欲しいっていう感じなんですけど、なんていうかな、こう、結構、割と場面が少ない中、すごい伝わってくるんじゃないですか。 見た目もそうですし、うん、あの、アクションもそしてこうね、うん、ナイフ取ってシャッと周りの人たちの首をすぐに切っちゃったりして、うん、関係ない人たちがね、うん、かわいそうな。<laughs> う <laughs> 本当に大変な仕事だなって思いながら。まあ、どんだけそのハーコーネンたちが本当に気持ち悪い、ひどい奴らが結構伝わってくるんですよ。うん、あとその、ね、おじさんの方の、あの、えー、お風呂入ってるシーンとか。はいはいはい。 黒いじゃないですか。いや、よく、ね。ねとねとの。スパーですよね。中です。はい。あ、はい、そうですね。あの専用のミュージックも、あの用意されているという。はい、そういったところでね、すごい、あの彼ら。本当に気持ちいいやつだから、そのポールが悪い人かもしれないけど、さらにハルコネンたちの方がひどい。っていうのは伝わってくるのは、すごい,いなと感じました。うんうん そうですね、まあ、最終的には春今年の上にある、まあ、この映画、ね、そのフロレンス・ピュー演じる皇帝の娘の視点で結構語られるんですけれども、まあ、皇帝とのこう蹴りもつけてみたいな感じで本当にこうポールがデューンどころかある種その皇帝の座まで上り詰めるっていう驚きの結末になっていくんですよね。はだけど もうさらにその先を行ってしまうという、ある種、語り質がありそうだけど、大きな戦争が始まる予感を残して終わるっていう、結構衝撃的ですよね、だからそのストーリーを、あんなにこう、うん、パート1ではハルコンにどんなひどいことをされたのかみたいな話だったはずなんですけれども、そ,のそれこそ,そのシャードロット・ランプリング演じるベネ・ゲセリットの,そのシスター、マザーの陰謀すらもこう乗り越えていくみたいなところで。<ー>うん そうですね、結構そのだからベネゲセリットは何なのかっていうところで言うとだからパート1は私は見たんですけどその原作みたいな多分ベネゲセリットってそもそもどういう存在みたいなところも結構はっきりとしたことは映画だけ見ててもわからないと思うのでやっぱりパート1見てなくても大丈夫だなって今ちょっと思ってしまいました。 でもその原作を知ってる方、ファンからすると、本当にもう重要なものは全部入ってるっていう見え方で、しかもその原作の一番作者が伝えたかったメッセージをもうあ、えっと後を先回りしてこのデューンのパート2に入れてるっていうところなんですね。そう感じます。スト,ストーリーで言ってね、うん、そうでもない時もあるけど例えばあの今回、皇帝のモチベーションは何だあんまり伝わってこないかなと感じるんですね。今だけ見そう。全然伝わって でなかったですね。どういう会話で全く分かんないですね。よれよれだよれよれになってんなっていう感じ。<laughs> <laughs> でも頑張ってあの <laughs> みんなの前でまあ代わりに、ね、戦わせるはしましたけどねもうさすがに自分じゃ無理だったのでね。<laughs> うん、<laughs> そういう意味で言うと私はこのすんごいスターウォーズなんていうかまあスターウォーズが今いろいろ続編がある中で本当にこう S.F. の SF 映画としてはすごくこうまた別のラインとして迫力のある映画だなと思ったんですけどスター・ウォーズファン的にはどうなんですかのさんはいかがですかでもどうなんですかねでもその<あ>も,もともとそのね、はい、スター・ウォーズはどうやらそのデューンってやつからめちゃくちゃ影響を受けてるらしいっていうのは、うん、もういろんなとこなんか根付いてるものなんで、はい、まあそういう意味ではその 似てるとか、まあ、みたいなことについては、まあ、そうななんていうんですかその「スター・ウォーズ」「デューン」から「スター・ウォーズ」また「デューンに」に永遠にこう続いていくようなの中,の中に閉じ込められてしまう <laughs> あの話題かなとも思うんですけどでもあの思った以上にその今回僕は全然筋を知らない人間からするとその実は「えー、春婚年段者」のつながり。 はい、展開は、まあ、めっちゃ帝国の逆襲やんみたいな感じには思、ね <laughs> はい、そう、スター・ウォーズでよくその、ね、助かりますよね。実はお父さん、<laughs> お父さんです、実は兄弟ですし、実はおじいちゃんだったっていう、3回もやってる。ね、<laughs> 本当ですよ。何ていうかご、ご先祖様の姿をあ、ね、改めてそうだからそういう意味では、そのあっ、なんか。 こ,のあこっち元もやってんだみたいな感じのありましたか、ね、あーなるほど <laughs> そうねでもまあ根本的なところで言うとその「スター・ウォーズ」すごいねあの特に初代のね作品から元気でポジティブなもので希望があるようなストーリーで、うん、あの必ずグッドガイがバードガイたちを倒すっていう話なんですけど、うん、ジていうのは全然そうでもないのでそういった意味ではかなり中身は違うけど、うん、その なんていう世界観作りの意味で言うと、そのすごい完璧にできてる世界観を最初のところからポロッと出すっていうのは似てるようなところだって。<ー>そこでね、スターウォーズもね、あの、やっぱりリッチな世界だから原画は広く感じるっていう意味で、あの、すごいね、人気が、まあこれまでに何十年経っても続いたっていう意味では近いかなと思う。う多分、おそらくね、その、えっ、ー、と、あれも、その、えー、前のその自ンの映画も、 できたっていうのはもしかして、スター・ウォーズ・ガンだけヒットしたから、じゃあ、似てるようなソースだから映画化しようっていう。あそのデビット・リンチの絵とかってことね。そう。うん、いう狙いでしょう,う、ね、と思うんですけど。一応、<れ>映画として全然違うわけどね <laughs>。エピソード6ぐらいの頃ですよね、あの、デビット・リンチの。その後だと思うんで、ね、あれ84年、5年ぐらいで。84年ですから、ね<年><年>、直後かあ。エピソード6は83年なんで。 まあでもそれも含めて三部作としてスターウォーズが大ヒットした上で,で、ね、スターウォーズ大ヒットして完結した直後にあれ見るってなんかどういう気持ちになるんだろうと思いますけどね <laughs> <laughs> そうねしかもビジュアルエフェクトはだいぶ負けちゃったしいやそうですよね、はい、頑張ったけどねまあディニッシュならのビジュアルいっぱいあるから面白いよ <laughs> いやでもそう考えるとやっぱりその小説として世界観を作るっていうこともすごいですし映画でそのプロダクションデザイン作ってビジュアルエフェクトっていうのもまた全然違うことだしっていうのも含めてうん、うん、なんかもうそのデビッド・リンチ版とかスター・ウォーズとかと見比べてなん、F、SF 映画の歴史みたいな SF を作っていくっていうことに思いをはせてみるのもいいかもしれないですね。うん、<laughs> そうですねあの、はい、本当 なんかそんなに心を動かされなかったみたいな体験もあったんですけどでも <laughs> その結構前作から2年半ぐらいですか空いてるとはいえ結構な早いペースだと思うんですよ最近のこういうフランチャイズだと。で,、ね、でしかもそれでその一応原作は有名とはいえ新しい超大作こんだけオリジナルな、S、シリーズなんかリアルタイムでこう動いてるっていうのは結構。 あの面白いというかありがたいことだなって思うけどね、うん、なんかその、うん、既存の「インディ・ージョーンズ5」56とかじゃなくて <laughs> その「デーン」っていうのが新しくスタートしてこんだけ売れてるっていうのはなんかすごい <laughs> あなんかいいことだなって思いますまあそうですねこ,、はい、ここまでやっぱりあのデニ・ブル・ル・ヌーブ監督の映画もいつもそうなんですけどあのやっぱりそういったこう深い目で見てる SF 系のものを作ってるわけで。 そういった映画って最近少なすぎる盛り上がらないっていうか、うあの、まあ、パート1が出たのはちょうどね、コロナ中で、あの、の欧米だとその同タイミングで配信も、はい、ネット配信もされたので、それであんまり売り上げそんなに良くなかったし、えっ、ー、と、ブレイドランナーの造形も私すんごく好きだった映画なんですけど、あれも売り上げそんなに良くないままで終わっちゃったし、<ー>メッセージは割とね、あの小さな映画だ。これまでのその彼が作ってきた映画もそうだったんで、 あの、ここまでヒットする作品は多分初めてだと思います、ね。だけど、ここまでドライな <laughs>、真面目な SF 映画がここまでヒットできるのは、まあ、個人的に超嬉しいことで。ああ、なんかそれがすごい不思議だと思うんですよね。れそれ、はい、その、なんていう、こう、それの、 結果として似てるような他の変な作品がたくさん出るとまあ嬉しいの間違いないので <laughs> そうですねはいそうですねここまでヒットして野田さんもやっぱ意外でしたか意外というかなんかそうですねそのやっぱ今のでもやっぱど真ん中真ん中でヒットしてるからなんかそれがすごいなそのーハードな SF としてというよりはもう本当に一般層の大衆を取り込んでる まあそれはもちろんティモシー・シャラメー・ゼンレイヤーとかスターの力っていうのはもちろんあるんでしょうけどそれがなんか合体してるところはすごくなんかこれから楽し,楽しみだなと思いますしみんなもそういう,こう今もう変な超大作みたいなのを見, <laughs> 見たいんだろうなっていうのはなんとなく感じます。 そうですねまあアカデミー賞もなんかクセ強監督が多そう、ね、たもんね。しかもね、デューンに関しては今回の成功もありまして、まあ、ドラマシリーズだったりとか、映画の続編、私は2部で完結なんだろうなと思って見に行ったので、<ー>おお、これは終わらないみたいな感じの雰囲気もあって。少、ね、なくとももう1本作りますよと監督聞いてますし、うん、台本もすでに書く途中らしいので。はいうん、うん 次,彼の次の作品になるかどうかだけまだ分からないっていうか、うんうん、間に何か他のものはあるかもしれないですね。うんうん、はい。そうね。また、あ、これ、一つ結構思ったのは、あのー、フランチャイズ化っていうか、まあ、多分テ,テレビのドラマのスピンオフも前にあの発表されたしね、イ、はい、ージレる人たち中心の。そして、まあ、映画見てすごく、例えば、あのいろんなそのスパイスをこう、えー、組む。 えー、機材とかをフレメンたちが壊すところですごいゲームらしい、あの、部分もいっぱいありました。<laughs> 確かに。待ち伏せしてとか。<laughs> そう。で、このゲームは出,る出ますよ。Tune Awakening かなっていう、あの、サバイバルゲームなんですけど、そういうのはすごい興味あるし、なんか、いろんな方向行けるかなっていう気持ちになりますよね。おー、なるほど。ちょっとじゃあ、<う>スター・ウォーズみたいな感じにもしかしたらなっていくかも、<laughs> みたいな。そうそう。 サンドワーも乗るさー・アトラクション・ユニバーにやったら乗りたいよね。あ<ー> <laughs> あー、確かに砂まみれになって出てくる。そ,そ,うそうそうそう。そう <laughs> 砂まみれ,れは飛んでくるんですか。<laughs> <laughs> 靴がジャイジャャみたいな <laughs> はい。そうね。はい。そういうことでな、なかなかちょっとこう。不思議な、私は本当にあの、ハルコンネンが最後、砂漠の中で死んでいるシーンのショットがなんと美しいんだろうと思っても感動してしまったんですけども。なるほどね。はい。 なんかああいったやっぱりその、まあ、こういう対策映画で本当に印象的なショットがっていうところは本当にドゥニ・ビルム・ルーブらしさ、うん、も全フィルム全体にこう充実してるような映画でもあるのでね、はい、ちょっとその点もぜひ注目してほしいと思いますあの,あのさその半重力のデバイスを使ってこうねあの、えー、ハルコンネの人たちがこうちょっとこう山登るとこ登ったりあと 下がったりする時すごくあの、まあ、優雅というかグリスフルな感じでークールに見えるしあの、うん、そういった意味ではやっぱりあのビジュアル,ュアルデニブル・ヌーブ監督の SF に対するビジョンが私はすごい好きなんですね。 そうですね。ちょっとその優雅な SF アクションとか、<laughs> そのそれこそホバーみたいなものってあんまありふれてるけど、こういう風うに見たことはないっていうのが確かに特殊ですよね。まあ、そうですね。面白いあのまああそこは SF じゃないかもしれないけど、あの箱に手を入れてこう試練を受けるみたいなのとかちょっと見てて。はい すっと笑ってしまうようなところもあったりするんですけど、個人的には。<laughs> あんな真面目なシーンでですか。<laughs> すみません。<laughs> <laughs> 何が起こってるかも、本当にこっちの想像力にこう委ねられている部分もあって。そうですね。その尋問するのがね、そのシャーロットランプリングか、レアセドゥーかみたいなところもあったりして。あ、あれは今回。今回面白かったのは、そこですね。レアセドゥーが。<laughs> <ー>む。む。 必要以上なセクシーさを振りまきながら、あの、<laughs> 大のお姉ちゃんののを手して、セクシーすぎるせいで、フェイド・ラウサが、ただのサイコパスだったら、ちょっと童貞っぽく見えてしまう,う、ね。<laughs> あの <laughs>、うん、その辺ね、結構やっぱりいろいろカットされてるんだけど、フェイド・ラウサも、あの、ポールと同じほど、<laughs> <れ>一応、その、まあ、遺伝、えー、操作されてる人なるんですよね。素質があるってことですね。っていうのもあるし、まあ、一応それはある程度振られるんですけど、あと、彼女もレアセドゥのキャラクターですね。えっ、ー、と、 んて言うの何でしたっけ名前忘れちゃったけど、彼女も、えっと、小説だったらもっともっともっとやることは多いキャラクターで。レディ・フェンディングですね。フェンディング、フェンディング、そうそうそう。そうなんですね。結構重要なキャラクターとなってまして。役者のパワーがね、すみません。はい。重要あ今後、じゃあ、その、えっと、そうですね、フェードラーさんのこうなしていたというような話はあったんですもんね。それがどうなってたのか、ちょっと。 そう、まあ、それはも,もしかしてね、あの、今後、あの、何かなるものでしょうね。そういえば、その、<ー>えっと、フェードラーサーじゃない方、ラバンで言うとね、やっぱり、あの、ドラックス対 VS サノスの採決がさ再、再開ができました、ね。あーそうですね。<laughs> あの、彼<いや> <laughs>、えっ、ー、と、サノスの、 えっとはい、ジョシュ・ブローリン。ジョ、はい、シュ・ブローリン、ねはい、はい。だからそれを、本当 <laughs> だからそれ、豪華キャストスキル性で、そういうのがいろんなシーンで起こってるんですよね。はい。あの、だからその、ア <laughs> ァフエル・バルテムと、その、ジョシュ・ブローリン一緒に来たら、 いやもうノーカントリーやんって。なるほど。そういういろんな映画がう。いきなりファミリーバリューティンするみたいな。<laughs> そうなんですよ。そのだから、さっきのフェドラーさんの話もそうですけど。フェドラーさんすっげえ悪いやつなのに、そのレアセドゥのこうカリスマティックな部分があって、なんか。あ、なるほど。ちょっとじゃあ。あ 大人の関係としては、レアセドルの方がこう上位にあるのかなみたいなのを買っていい、ね。まあ、<laughs> キャリスマ、キャリスマだけじゃないんですよ。彼女を使ってるのは、その、声を使ってるから、ベネジェゼレットの出す。ああ、そう、ね、だから支持されちゃうと、や、やるしかないって感じな、ね。なるほど。あの、でも、あれですよね、その、 スター力みたいなものを含めてってことですね。ああ、なるほど。ス含めてそのスター合戦になっちゃってるところがちょっとありますよね。それで関係性にちょっと文脈が生まれてしまうという。こうバカズとかを勝手にこっち考え、レアフィルのバカズを考えてしまう。でも本当にあの好きな俳優さん絶対いると思うのでねこの映画見たら。はい。 ノーカントリーちょっと考えなかったですけど本当にあのハビデムがどうとか言ってったら大変なことになりますよね。<laughs> 大変なことになります <laughs> はい <laughs> まあそ。そんな感じでその、まあ、ちょっとこう役者を見るだけでも本当に驚くような感じで出てくると思うので、はい、本当世代がねこ若年それこそジェンジーに人気の世代からもう本当にずっと映画に50年出てますみたいなお役者様でいらっしゃるのでそこも含めて楽しんでいただければなと思います。 その後ちなみにあの小説だったらねポールはね息子もいるんですよ。お<ー>でチャニーと一緒に、えー、赤ちゃん作って産んで1、えー、冊目でねんでしかも2歳で死んじゃうんですよあの<え>ハルコーネンの攻撃で最後ね。あでそれでポー,ポールの,あのやっぱりやっぱりあのそのハルコーネンたちに何かしなきゃっていう。 あの、モチベーションにつながるものなんですけど、うん、さらに、もう一人息子、その後、うんうん、あの、チャニーと一緒に作るんですよ。<ー>で、そのもう一人の息子が、今後、ね、大きくなって、次の世代の、まあ、リーダーになるっていうことなので、あの、はいはい、さらに、何千年も、あの、一応、えー、校になるんですよ。ーまあ、確かリーダーに。 そう、みんな、何千年も皇帝になって、と少しずつサンドアームの形姿になる。<laughs> 変な話なんですけど急に、<laughs> 急に理解できなくなってましたけどね。すごい SF が極まってきましたね。で、今回、仲悪いままで、ポールと彼女 <laughs>、えー、チェニが、チャニが、あの、あの、別れちゃうんじゃないですか、ね。はい、はい。なので、できてんのかなチャニの。 お腹すでに分から、<ー>ね、あの、本人もまだ気づいてないかもしれないけど、はいはい、でなければ、その、ね、今後、彼ら、まあ、仲直りしない限り、あの、その、ジューメッセア以降のお話は一部、可能にできないというか、うね、完全に変わると思うので、<ー>その辺についてすごい気になりまして。<laughs> うん、いや、でも、あんな男のところにはもう戻らないでほしいと思います。<laughs> いそうですかね。彼女もう一人いるんだからね、小説だと。 二人ではないですよ。ああ彼女じゃないけど、あの、えっ、ー、と、パート1でジェイミスっていうフレメンの人を殺しちゃうんじゃないですか。はいはいはいで。そのジェイミスの奥さんと子供たちをケアしてあげないといけないんですよ。<laughs> 小説だと。ああ <laughs>、なるほど。なので、えっ、ー、と、結婚はしないけど、彼のその、まあ、テンデントになってもらって、その彼女とも、チャニーも仲いいし。<laughs> そういううよな話いろいろその辺多分カットして正解です。息子の話とか、のその奥さんの話とか、いろいろ邪魔になってしまうと思うので、カットしてよかったと思うんですけど。話としてはかなり面白いですね。そうですね。本当に悪いやってなポールは、マジで。そうですね。それでちょっとわたわたしてるティモシー・シャラメもちょっと見てみたい気がしますけど。 <laughs> はい、はいはい、ということで、本日はねちょダニエルさんから原作との相違点とか、まあ、原作との拾った点などを聞いて、うん、ちょっとねこう理解できなかった部分がかなり明確になったいそうですねちょっと分かんなかったよっていう方のちょっと助けにもなったんじゃないかなと思いますので。うん な映画の中で、ね、説明してほしいなっていうところもありますよね。映画を見て理解できるような。<laughs> う3時間じゃ進まなくなっちゃいますから、ね。そうですね。いや、この長さで160分であのまとめたのは本当にすごいと思います。最近の映画としては。そ <laughs> はい。 ということで、本日はデュ、えーン砂の惑星パート2について、えー、お話しさせていただきました。皆さんもね、ご覧になった方、えー、前作ご覧になった方、コメント欄でいろいろ期待する点、感想などを書いていただければと思います。はい、はい、ということで、ネタ、えー、バレーを気をつけながらね、はい、そうですね、どうなるかっていうところは、ちょっと、はい、あの続きを読むの以降に書いていただければと思います。はい はいということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。お二人お話しいただきありがとうございました。ダニエルさんご,しご教示いただきありがとうございました。<laughs> デューメンターとしてあがいいです、ね、ずっところの映画をずっと待ち待ってたので <laughs> やっと見,見れてそしてやっとねみんなで一緒に語られることをすごい嬉しかったので、はい、はい ということで今後もねこのシリーズ続いていくと思いますのでその時はまたダニエルさんにわからないことを聞きましょう。はいということでえっ、ー、とチャンネル登録いいねボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さんご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバイ。イサーガイブ。イサーガイブ。<laughs>